主舞台である霧、渡る子のモデルとなった、東屋子、天体のメソッドは、日本のテレビアニメ作品。略称は、空メッソ。2014年10月から12月にかけて、東京 MX、テレビ、北海道他にて放送された。北海道の東屋子をモデルにした、上空に、謎の円盤が浮かぶ、架空の街、霧、渡る子を舞台に、そこに引っ越してきた。 中学3年生の少女と年齢不詳の謎の少女の二人を中心とした青春群像劇を描く。原案、脚本をカノンで知られる久谷直樹が担当するほか、監督を熱風海陸部素導度の坂井正幸、キ、ャラクター原案をガールフレンドのキューピー、フラッパー、キャラクターデザインは古ド、ブレーカーの秋谷浮江、アニメーション制作を 当時新会社であったサンヘルツがそれぞれ担当している。なお、久屋がオリジナルアニメの原案を手掛けるのは2007年の空以来、約7年ぶりとなる。2019年10月11日、新作エピソードとして、第17話、もう一つの願いが YouTube で配信された。とある地方に今する湖、霧、渡る子ある日、その上空に巨大で、 半透明な謎の円盤が出現した。現地、霧、渡る小町の、そして全世界の人々は、そっと宇宙からの来訪と、ぼしき未曾有の事態を前に大混乱に陥る。だが、当の円盤は、特に何かの行動を起こすでもなく、また何らかの意思を示すこともなく、ただただ静筆なまま天空に止まり続けるだけだった。そんな中、 全人類が最初に抱いた円盤への警戒の念や恐怖心は次第に薄れていき、また霧、渡る小町の住人にとっても円盤は見慣れた日常風景の一部となった。同時に湖の周辺は興味本位で円盤を見たがるばかりの観光客で賑わうようになっていく。やがて円盤の出現から7年が過ぎた現在、父親の転勤に伴って東京から霧、 渡る子町に引っ越してきた、中学生の少女、小宮野の香は、その地で不思議な雰囲気の美少女、ノエルに出会う。そしてそれは、野の香のと土地の数人の少女たちにとって、7年前から、停滞していた時間が動き出す契機でもあった。インフィニット、天体のメソッドメモリーズインフィニット、2015年3月18日、スタジオンヘルツ、天体のメソッド OP&ED 言が 天体のメソッド原画集、スタジオ 3Hz 0.3Hz,ED メモリーズ2019年8月10日発行。ソラメソメモリーズにアプリ、ソラメソカメラ、天体のメソッド公式アプリ、ルーテージアンドロイド4.0、3以上に対応。最終バージョンは1.1、2円版と登場キャラクターと写真が撮れるアプリ。なお、Google Play Store での配布は終了している。 ありがとうございます。